はいどうも河野玄斗です。今回は 99% の人が間違えた問題、この三角形の面積を求めよう。これ実際にマイクロソフトの入社試験で出された問題なんですけど、 99% の人が間違えたんです。この問題普通に考えたら底辺×高さ割る2で30という風になりそうなんですけど、この30×なんですね。なぜ間違いなのかについて見ていきます。まずはこの直角三角形の外接円を考えてみましょう。そうするとこの外接円の中心がどこにあるかっていう風に考えた時に、直角三角形の斜辺の中点になる、すなわち外接円の半径が5ということが分かるので、この三角形の高さはどんなに高かったとしても5ということが分かるよね。でもこの問題の三角形の高さは6なわけだから、この問題の答えはこの三角形は存在しないというふうになるわけです。前提から疑いというマイクロソフトからのメッセージかもしれません。以上。